はい、こんにちは、てるです。今回はですね、まあ、10月終わりということで、毎月、月末にやってるんですけど、自分がね、今月何冊読んだのかをね、ちょっと紹介していこうかなと思います。はい。まあ、どんなね、ラノベ読んだのかと、あと何冊読めたのか。まあ、先月ですね、9月が驚くほど読めなかったんですよね。4冊ぐらいかな、だったと思うんですけど、うん、なかなか珍しくね、相当少なかったということで、今月は一体どれだけ読めたのかと。いうところでございます。はい。で、一冊ずつね、まあらすじとか読んだ感想で、ね、軽く、言いながらゆっくりやっていきます。はい。じゃあまずはね、彼女が俺を暗殺しようとしている。はい。電撃文庫ですね。うん。今月電撃が、2冊ですね。今ね、ちょうど読んでるのもあるんですけど、まあそれは今月中には入れないで、まあ来月にまた言おうかなと。まあ2冊読みました。はい。で、こっちが、タイトル通りね、彼女が、ある日主人公にできるんですけど、すごい主人公のことをね、愛してくれるんですけど、それが行き過ぎてしまって、なんか途中から殺そうとしてくるんですよね。いろいろ主人公を殺すいろんなね、手段を講じてきて、まあ、それを逃れていった先に、実はこういう理由があったよみたいな、うん、そういう話でした。まあ面白かったかな。死の子の言わずに私に甘えていればいいの。はい、つい最近読んだんですけど、まあ隣人、ね、マンションに住んでるんですけど、隣にこのねツインテールの子が引っ越してきて、まあ、突然ね自分のね世話を焼いてくれるんですよね、うん、とにかく家事洗濯料理とか何でも家に上がり込んできてねやってきて、何なんだこいつだっていう感じなんですけど、まあ、どうも拒否できなくて、でどんどん甘やかされていって、なんでそんなに自分に尽くしてくれるのかと突然会ったね自分に、なんで実はみたいなそんな感じです。うん、まあまあかな、まあ、こんな感じですね、うん、とりあえず2冊で、次 LINE がね結構多い、これはレビューもしました、サバゲニ号ですね。はい、まあ、サバゲに行くというかサバゲハウツー本みたいなやつですね。めちゃくちゃ面白かったです、まあ、レビュー上がってるんでぜひそっちはもう、デビチキ、立花パン先生が描く作品なんですけど、主人公ある日助けた猫がですね、なんか魔界のすごい皇帝候補の一人アレッサっていう子でね、まあ、その子に絡まれていって、まあ、その子がね、なんていうのかな、自分主人公のことをその婿にするというか結婚するみたいなこと言ってきて、まあ、それにいろいろ翻弄されながらもうエッチなことが起きたり事件が起きたりとかいろいろ大変なことが起きていく、そういうドタバタラブコメディでした。はい、面白かったです。ウィッチクラフトアカデミア、はい、これはレビュー上がってます、ぜひご覧ください。非常に面白かった、勇者の君ともう一度ここから、はい、2019年一番泣けるファンタジーと銘打っているんですけど、そうですね、この子が勇者なんですけど、世界を救ってもうものすごい、ね、いろんな世界は救えたんですけどみたいな、でもそういう状況から始まってこの子を救う話みたいな、うん、でもう一度ね、過去ね一度間違えた主人公が次こそは間違えないようにまた一からここから始めようと共に、もう一度ここから君と勇者の君ともう一度ここから始めますっていう、そういう話でした。はい、2巻出たらいいね、こんな感じかな。 LINE はねこんな感じで結構読んだかな、正直どれもね面白かったな。サバゲニ号は個人的にはちょっと頭一つ抜けてる感あったかな、うん、あとウィッチクラフトも面白かったですね、はい、うん、あと、まあ、その他も面白かったんですけど、結構どれもおすすめの、作品たちでした。はい、ということでとりあえずこんな感じ、今のところ6冊ですね。はい、もうこの時点ですでに先月は超えてます、一安心というところで。で次がこれ講談社が2冊あるんで、異世界誕生2006、これもねレビュー上げました、これめちゃくちゃ面白いんで、あと11月の新刊でこれの続きの異世界誕生2007っていうねやつが出てくるんですよ。もうめちゃくちゃ楽しみですね。いやこれ読んだことない人ぜひ読んでもらいたいですね、うん、正直ね次に続編が出るって聞いてびっくりしましたね。後書きでも書いてあったんですけど、いやこれ続編やんのっていう感じなんですよね。
いや、まあ、いろんな意味で楽しみ、不安もありますけど楽しみですね。夢に現れる君は理想と幻想と僕の顔、まあ、かなりね雰囲気ありそうな感じの表紙してるんですけど、まあなんていうのかな、主人公がある日ね自由にね夢を見れるっていう方法を知るんですよね。まあ、それを知った主人公がその昔のことを昔の夢を見始めるんですよね。昔に交通事故で亡くなってしまったあの子の夢を、で夢の中でその子と交流を深めていくたびにどんどん、現実と夢の境目が、曖昧になっていって、その先にみたいな、そんな感じだったかな。いや結構ね、ページ数的にはね220ないぐらい、めちゃめちゃ短いんですけど、かなりまとまりがある一冊でしたね。はい、よかったです。スニーカー魔法学園の反逆者、これもつい最近デビュー出しました。まあ、エローラノベですかね、エローバトルファンタジーっていう感じで、まあ、久島サムネ先生なんでね、はい、イラストカカオ先生最高、2巻、まあ、早く読みたい。次がね、この後めちゃくちゃラブコメした、これもレビューしました。めっちゃ面白かったです。ノーコメ好きならみたいなね、こんな感じかな。これでプラス4冊、これ10冊ですね。はい、いや面白い、今月結構ね面白かったな、どれも読んだの。で次がファンタジアいきますか。氷川先生はオタク彼氏が欲しい。はい、まあ、これが、まあ、先生との年の差ラブコみたいな、先生が実はオタクでみたいな、付き合っていくんですけど、けど先生だからみたいなね、付き合えないよねみたいな、いろんなねよくある感じのがあったりして、そんな感じでしたね。学校ではこの鬼教師なんですけど、リアルだとガチオタ女子みたいなね、そういう感じです。休みの日に会ったあの子は実は学校で鬼と評されるあの先生だったみたいな、ゲーマーズ、はい、12巻、いやとうとう完結しました。12巻完結感だったんですけど、いわゆる今までずっとすれ違いを起こしてきたんですよね。どうやってもどんなに頑張っても結局すれ違っちゃうこの登場人物たちの恋愛劇だったんですけど、最後めちゃくちゃ良かったんですよね。すれ違う、絶対すれ違うだろうっていうシチュエーションになるんですけど、みんなでね遊園地に行く、みんなじゃないか、個別に遊園地に行くんですけど、それぞれが遊園地ならあいつらと会わないから、その勘違いなんか起きないから大丈夫だろうってみんながおのおの考えていって、結局休みの日にみんなね遊園地に集結しちゃうんですけど、まあこれ言っちゃったらあれか、まあ、とにかくすれ違いが起きそうだったんですけど、登場人物の今まで出てきたキャラがみんな勢ぞろいして、みんながそれを防ぐみたいな話だったんですよね。そう、すれ違いの連鎖を断ち切るっていう、まあ、その最終巻にふさわしいような内容だった。めちゃくちゃ良かったですね。いやー、これで終わりというのは残念というか、まあ割と綺麗な終わり方だったので良かったかな。いや、非常にいいお話でしたね。1億年ボタンを連打した俺は気づいたら最強になっていた。落第騎士の学院無双。これレビュー上げようかなって今もまだ迷ってるんですけど、もしかしたらね、レビュー上げるかもしれないですね。1億年ボタンがあって、これをね、始まりから言うと、まあ、簡単に言うとね、仙人みたいなおじいさんが出てきて、そのおじいさんが、この1億年ボタンを渡してくるんですよね。このボタンを押せば1億年時の狭間に囚われて修行ができるぞいみたいな。で主人公は迷わず押して、1億年間修行してみたいな。でも足りない、もう一回、でも足りない、もう一回、何十億年も過ごしてめちゃくちゃ強くなるみたいな話でした。はい、すごいねすごかったね。で最下の、はい、最下の今ね絶賛アニメやってるかなと、映画かやってるかなと思うんですけど、今原作読んでますね。 1,2,3,4 まで読みました。はい、4巻まで読んだあたりでちょっとね、アニメ見たくなってきちゃって、アニメ見ようかなと今考えているところです。はい、もしかしたら見るかも。そんな感じですかね。そんな感じ、1巻から4巻。あとね、最下のね、いや、もしかしたら感想動画ね上げるのやめるかもしれないな。ちょっとモチベが続かない、そんな感じですね。ファンタジアまあいろいろあって多いですね。 1,2,3,4,5,6,7 という感じで、はい、そんな感じですね。今んとこ、先月を大幅に更新する、先々月ぐらいある、先々月に匹敵するぐらいの勢いですね。はい、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 今のとこ17冊紹介しました。はい。で、お次はこちら、唯一今月読んだでかいサイズ、この勇者が俺つエクスに慎重すぎる第2巻です。はい。今ね、慎重勇者アニメっていうかなと思うんですけど、それの原作ですね。はい。ちょっと最初に思ったんですよね、1巻2巻の特別パックっていうのが出たんですよ。前に動画でもあげたんですけど、これ1冊1000円なんですけど、1、2巻入って1000円っていうね、今売り出し中のセットがあるんですけど、まあ、それ買ったんですよね。で、それはいいんですけど、1巻読んだ時になんか、ぼちぼちだなっていう感じの印象だったんですよ、最初は。で、ちょっと1、2巻セット買ったのミスったかなと思ったんですけど、で、まあ、2巻読むかと思って読んだら、2巻がこれまたね、すごい思った以上の展開見せてくれて、すごい面白かったんですよね。いや、ですのでね、ちょっとね、続き読みたい。3巻、今ね、6巻ぐらいかな、まで出てるんですよ。ちょっとね、もしかして読みたいですね。いや、めちゃめちゃ面白そうなところで終わったんですよ、2巻。しかも。いや、楽しみ。めちゃくちゃね、読みたい、3巻が。はい、そんな感じです。HJ 文庫から、破逆のドラグーン。榊一郎先生×モネティ先生っていうね、あれ何これっていうコンビなんですけど、これもつい最近読んだんですけど、これめっちゃ良かったですね。結構ショッキングな展開から始まる物語で、そっからそのなんでこんなことが起きたのかっていう原因を追求していくんですけど、いや、それが結構ね、世界規模っていうか、めちゃめちゃ規模がでかい話で、これ収集つくのかなっていう感じなんですけど、なんかね、一巻を通して割といいところまで話がトントン進んでいって、あ、これ結構楽しみな展開見れるなっていう話でした。ちょっとね、榊一郎先生、前作とかね、HJ こんだけ、多分こんぐらいかな、ここに書いてるのだけで言うと結構出してるんですけど、どれもね、ちょっと打ち切りで終わっちゃってるんですよね、割と。前作 Z の時間っていうゾンビラノベあったんですけど、これも2巻でね、打ち切りエンドで、前の、ブルースチール、ブラスティマかな、これも1巻から4巻で、これもね、なんか打ち切りエンドだったんですよね。両方とも読んでたんですけど、ちょっと悲しくて、で、今回 Z の時間からだいぶ空いて、破逆のドラグーンが HJ から出たんですよね。いや、これはね、いや、しっかりとしたエンディングまで見たいですね。かなり作り込まれてる話だったので、すごい楽しみですね、今後は。で、最初なんでモネティ先生っていう話で、後書きにも書いてあったんですけど、いや、モネティ先生、あっち、そっちの界隈で結構ね、活躍してる方で、見た限りでも、モネティ先生を使っている、なんていうのかな、もったいないなっていう使い方だったんですよね。そういうエロ系のイラストがなかったので。で、さっき一応先生も書いてあったんですけど、後書きで。後書きで追記してあるんですよね。まあ、後々モネティ先生がイラストを担当するということを知って、それだったらもっとそういうシーン入れたのにみたいなこと書いてあって、すごい面白かったですね。どうやら2巻が出たらモネティ先生をしっかりと活用したその展開とか、そのイラストが入るように作ると書いてあったので、それが見たいので、ぜひとも2巻は出てほしいですね。あとね、話もめちゃくちゃ面白かった。いやー、これいいんだけど人気あんのかなみたいな、あんま話聞かないんでね、もったいないな。で、次、ダッシュ。ダッシュ、今月のやつ、草食系なサキバスだけど、エッチなレッスンしてくれますかですね。はい。まあ、タイトル通りですね。サキバスが出てきて、エッチなレッスンすると。サキバスは基本ね、肉食でガンガン行くんですけど、その中でも落ちこぼれと呼ばれる草食系なね、あまりエッチに興味がないというか、そういうのを嫌っている子たちの訓練をしていく主人公の話ですね。だったんですけど、ちょっとね、肩透かし食らった感が否めなかったね。全部いわゆる本番前の状態で終わってるので、それがちょっと残念かな。まあ詳しくは言いませんけど、GA 文庫、綾瀬さんを見すぎて、これも今月ですね。この綾瀬さんっていう子が主人公のこと好きで、めちゃめちゃ金を貢いでくるって話ですね。その他にもいろんな変な子が出てきたりとか、これが会長だったかな、なんですけど、とにかく独占欲が強い子。自分と、なんか付き合いを通り越して、結婚してほしいっていう告白から始まって、結婚、そういうことを了承したら、もう、全部ね、自分が管理するみたいな、そういう子、怖い。で、この子は妹、引きこもりの妹、主人公のこと大好き。
そんな感じで変な子たちのラブコメディみたいな。自衛文庫、野良猫彼女を餌付けしたい。はい、天野誠二先生×カカオ先生、素晴らしいコンビですね。うん、はい。先月可愛い女の子に攻略されるのは好きですから、1巻から5巻まで完結しまして、早速新作野良猫彼女、野良猫層っていう、野良猫層だっかな、シェアハウス野良猫かっていうね、まあ、シェアハウスがあって、そこには、まあ、いわゆる行き場を失ったようなちょっとね出自が不明なような女の子たちがいっぱいいて、こういうメインのユキナちゃんっていう子がいたり、このシスターのね、なんかはぐれシスターみたいなやつがいたりとかで、なんかサバイバル知識豊富な、なんか和装してるようなちっちゃい子がいたりとか、変なのがいっぱいいるんですよね。でその家の管理をすることになった主人公のお話、結構ハートフルな、そのいわゆる家族愛みたいのがテーマに書かれてる話ですね。うん、そういう話でした。非常に面白かったですね。はい、というところで GA もこんな感じ。はい、でこんな感じですね今月。はい、ということで一旦全部出します。はい、という感じでこんな感じの、今月10月に読んだラノベですね。まあ、数えますと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ですね。はい、ということで結構、割れて読んだ方かなっていう感じですかね。うん、というところで、そうですね、自分個人的にはいろいろ読むんですけど、やっぱ新作を、ね、優先的に読んじゃうんですよね。ですので新作が多めなんですけど、今月読んだ新作は結構ね面白いのがかなり多かったかな。うん、特に面白かったのはやっぱ異世界誕生がまず挙げられますね。うん、で、まあ、特に順番ないんですけど、まあ、この後めちゃくちゃラブコメしたもん、かなり個人的に面白かったですね。あとはサバゲニー GO、はい、これ人を選ぶんですけど面白かったですね。で、ウィッチクラフトアカデミア、はい、これもねかなりいいファンタジーでした。他はね、まあ、新作じゃないんですけどゲーマーズも最終巻ということで非常に良かったですね。あといろいろあります。はい、という感じでしたかね。うん、破却も良かったしね、野良猫も良かったし、まあ、あとサヤカノもね、まあ、絶賛面白いところです。というところでかなり10月は充実してたかなという印象が強いです。まあ、来月はどうなるか分かりませんが、まあ、来月も、まあ、15冊前後はいけるんじゃないかなっていう印象がありますね。うん、まあ、先月はちょっと異常だったので、まあ、先々月もね逆の意味で異常だったですね。特に多かったので30何冊とかだったかな。というところで今月はこんな感じの、10月に自分が読んだライトノベルは22冊ということで、はい、以上でございます。まあ、感想簡単に言ったんですけど、まあ、詳しくもしかしたらレビュー動画上げるのもあるかも、かもですけどね。はい、まあ、明言はしときません。というところだけ言っときます。はい、ということで今回は以上でございます。はい、ということで、次はですね、まあ、11月の終わりでまた同じような、11月に読んだラノベ何冊かみたいなやるので、まあ、ぜひともそちらもまたご覧ください。というところで今回は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。